はい、あきらけです。しょこりもなくまた柳瀬川に行ってきました。安定の坊主だったんですけどね、今日もね。昨日ね、黒目川に行って、あんなにいっぱい鮎がいるってことは、きっとね、柳瀬川にも鮎いっぱいいるんじゃないのって、大いなる期待を持ってやってきたんですけど、いませんでした。本当ね、パラパラとしかいないね。だから鮎の数的にはもう今黒目川の方が圧倒的にいるね。で、まあ、柳瀬川いないわけじゃないんだけど、本当少ないですよ。で、これ、まあ、毎度おなじみ、私が岡村ポイントって呼んでるところで、まあ、さっきね、上流の方に、武蔵野線の鉄橋が見えてましたけど、で、まあ、南の方に見えるのが、これ、まあ、ちらっと見えてるのは武蔵野線の鉄橋です。それの下流の方です。もっとずっと下流の方行くと、関越のね、高速の鉄橋が見えてますけど、まあ、この場所なんかね、本当いなくて、ボラの群れすらいなかったね。で、水中、まあまあまあ、いつもね、水中カメラを置いてみたんだけど、これ映ったのはね、及川と川睦だけでした。アユは一匹も映りませんでした。まあ、ボラも今回映ってなかったですね。これ、まあ、ちなみにルアーをちらっと映してみたんですけど、で、ゆっくりとね、まあ、下流に向かって1時間ぐらいで、9時から10時ぐらいかなに1時間ぐらいやったんですけど、まあ、全く反応ないというよりも、まあ、たまにね、ちらっとアユ見えるんだけど、ちっちゃいよね。アユルアーとね、ほとんど同じサイズのアユなんで、多分ボラと一緒に上がってきたアユがちらほらいただけですね。で、移動してもっと上流のデイリースターのね、上流側、まあここ一級ポイントですよ。ここでルアーでアユ釣れましたっていう動画が YouTube に出てるぐらい、一級ポイントなんですけど、ここでいつも常連さんがやってるんだけど、もうその常連さんももう諦めたんだろうね今日常連さんもいなくて、だからここで10時から11時ぐらい1時間ぐらいやったんだけど、ここまでゆっくり下流の方に探りながら降りていくという感じなんですけど、どういうやり方が正解かわからないから、もうとにかくなんかこう思いつくやり方をいろいろ試すしかないんだけど、ダメだったね、ダメだったね。で、結局ここでね、まあもう11時ぐらいに帰ろうかなと早々に引き上げようと思ったら、まあちょっと他のね、釣り人と話したり、まあ、他の釣り人が釣りやってるのを見たりして、結局ね、1時ぐらいまでいたとかな。だから1時にはなってなかったから、結局私あれだ、結論としてはね、釣りというよりもね、釣りをやってる人を見たりとかね、あとくっちゃべってるのが好きなんだねずっとね、なんやかんや喋ってて、で、もっと奥にちらっと見えてるのがデイリースターのところにある橋なんだけど、橋のちょっと上流側で釣ってる人が餌でね、鮎あげましたね。で、しかもね、赤い餌で赤針だったんだよねだからそれで鮎釣ったんだよね。そんなんでも釣れることあるんだって思って、で、他にはだから友釣り、ルアーで友釣り風なことをやってる人とかいたんですけど、まあ全然鮎は釣れてなかったですね。まあ、まあ、とはいえ、まあ私も、まあ、午前中で帰ってきたんで、午後どういう状況になるかは分かりませんけど、まあ、だからいなくはない。で、ここについても、ここよりももうちょっと橋に、今下流の方に見えてる橋に近いところの方が鮎はちらほら見えたんですね。大きいですよ。しかも見えたんだけど、やっぱりルアーを追わないですよね。で、ルアーを追わないし、もうこの時期のアユというと、まあ、餌も食わないから、ちょっとなかなか釣るのが困難かなと。今日もね、行くか行かないか迷ったんだけど、明日からね、もう天気悪くなってしばらく寒いっていうことで、今日がまあ暖かい時期にできるの最後のチャンスかと思って行ったんだけど、結局ダメでしたね。私ね、竿がすごい短いから川に入ってやらなきゃいけないんで、ちょっと寒くなってくるとちょっと辛いなっていうこともあって、今日頑張ったんですけど、結局ダメでしたということで、あきらけが柳瀬川で今日も坊主だったという報告でした。以上です。